韓国は SLBM 発射実験に成功との報道だが、初歩的な観測に過ぎず、3000トン級潜水艦の就役後の任務もどうなるのか、パレード艦にまたなるのか。今回は韓国潜水艦計画を見ていきます。潜水艦といえば見つからない潜水艦技術が必要ですが、今のところまだまだという感じです。大きさだけは大きいけど。日本を仮想敵国にしている韓国の3000トン級最新鋭潜水艦も浮上できるのか、詳しく説明していこう。実際、韓国海軍は海底での音が非常に大事って知っているのか、疑問に感じる。韓国の最新鋭潜水艦が進水式を迎えたと報じられたが、新しい兵器を備えたという報道を聞くたびに、果たしてどこを敵対国と想定しているのだろうと謎めいている。シンプルに考えれば、同じ民族でありながら長年対立している北朝鮮かと想像するのだが、やはり日本海を挟んだ日本なのだろうか。そんな韓国の最新鋭潜水艦アンブについても紹介させてもらう。全評判では日本の竜型潜水艦を超えてくるという噂だったが、日本には新型の太平型もあるため、どちらが上ということになるのは明白だろう。2020年11月10日、韓国が誇る潜水艦と、三安茶補給潜水艦2番艦の安武の進水式が今日なわた。この艦は、通常動力型としては大型であり、水中排水量は3705トンとなっている。兵装は、1番艦と同じく、VLS も6機装備仕様になっている。この VLS というのは、正式名称を、バーティカル、ローンチ、イング、システム、垂直発射装置といい、潜水艦などの艦艇に取り付けるミサイル発射システムのことを指す。この装置があるため、海上自衛ほか保有の、竜型潜水艦など比較すると、対艦戦闘用戦術兵器の魚雷発射艦に追加して、対地攻撃用の戦略兵器の要素も兼ね備えた兵器と言えるだろう。そうなると、竜より、兵器としては、レベルが上ということになる。実は、このと、三安茶補給以前の潜水艦は、韓国製ではなく、ドイツから209型や214型を購入してライセンス生産していたものである。と三安茶補給潜水艦は、韓国オリジナルの国産と称されているが、実は、設計を含めて 100% 韓国製ということではないのだ。と三安茶補給潜水艦が、どれくらい韓国産のものか調べてみると、実質約 76% らしい。毎級のドイツ製209型、214型潜水艦を運用した経験と知識をもとに、ソナーなどの電子機器類をはじめとし、最低限の範囲で国内製品の使用率を上げようと試みているというレベルだ。安武の初舷は、水中排水量3705トン、全長 83.5M、全幅 9.6M となっており、エンジンに関してはドイツ潜水艦に準じて鉛製の蓄電池とモーターを搭載し、燃料電池方式の不待機依存推進方式を採用している。兵装は前述した6機の VLS が環境後部の背面に装備し、艦首部分には片側3門計6門の 533mm 魚雷発射艦も設置されている。このタイプは、韓国海軍で、バッチ1型と呼んでいる、第1段階目の艦艇と称されている。1型の次は、2型、そしてバッチ3型が、最終形態となるが、この仕様は、まだ確定していない。エンジンに関しては、原子力推進型になる憶測も飛び交っている。
通常動力型と比べると、建造費も巨額になる原子力推進方式の潜水艦を韓国が作ったとして、費用的、技術的、政治的にも実現可能かどうか、疑問を感じるところだ。海上自衛隊の、そう、U 型やタイゲイ型などの攻撃型潜水艦を見慣れている者にとっては、安武などのトサンアンチャホ級潜水艦の重武装を見て、実際運用できるのか?と感じる。実際、オーストラリア海軍やインド海軍でも、通常動力型潜水艦を求める動きがあっているため、予算が厳しい国の海軍では、大型クラスの艦に、重武装を施し、戦術、戦略両面での活路を探っているのだろう。しかし、この潜水艦は実際には収益していないから、運用まではたどり着いていないため、韓国のトサンアンチャホ級は、実用初の艦艇になるのだ。周囲を、広い領海に囲まれた、オーストラリアやインドは海洋国であり、そこへ、中国が進出行動を強めている。外的要因も明確で、重武装潜水艦を欲しがっている理由もわかるが、韓国はよく理解できない。確かに、韓国にも海はあるが、狭い海だし、最大の仮想敵国である北朝鮮は地続きで、海は存在していないのに、あえて戦略型艦対地ミサイルを搭載できる潜水艦を求める理由が意味不明である。よく考えると、答えは、簡単で狙いが日本だからであり、日本領である竹島に2012年、当時の李大統領が上陸しているのを覚えているだろうか?これを、境に、日韓関係は、一層冷え込んでしまった。悪質な一連の行動から鑑みると、韓国は、日本を敵対視していることを誇示しているようにすら見える。韓国が建造進行中の航空母艦にも当てはまるのだが、日本の戦術兵器、そう、竜型などの攻撃型潜水艦、出雲、片護衛艦に対抗するために、原潜やそれに搭載する艦対地巡航ミサイルなどの兵器でマウントを取ろうとしているのだろう。現在のところ、韓国とアメリカ、アメリカと日本は、各々軍事同盟を結んでいる。要するにアメリカの同盟国同士なのに、韓国と日本が軍事的脅威となるのか、やや疑問である。当然、アメリカもコスト面などを考慮して、在韓アメリカ軍の撤退という可能性も皆無とは言えない。アメリカが朝鮮半島に対する戦略を変更して不在となったら、韓国はもう一方の竹島、中国にすり寄っていくしかないのだ。歴史的観点でも、韓国は中国を宗主国として仰いでいたため、宗主国に守られたり、搾取されたりすることもあったが、アメリカよりも親近感があると思慮する。韓国が中国に接近して、日本を射程圏内に収める艦対地ミサイルを設置できる潜水艦を配備していたら、ロシアや中国に続いて、日本の脅威になるだろう。日本では、長射程巡航ミサイルの保有に関して、敵地攻撃用の兵器に属するため、自衛隊の専守防衛主義や憲法に反するという指摘が出ている。陸上のイージスとして、導入の可否が話題となった、イージス・アショアに関しても同種兵器であり、ブースター落下時の安全が保障できないという理由で、導入は見送られてしまった。この問題をスルーして導入したとしても、打ち上げられたミサイルは、地上への落下時に軌道を変えるため、イージス・アショアでの迎撃は難しかっただろう。迎撃による攻撃回避が難しいため、有効な対応策としては、敵国に使用させないために、同等の兵器による報復的抑止力しか今のところないというわけだ。
日本の専守防衛に反する敵地攻撃可能性のある兵器を保有してはならないという理由も正論だが、昨今緊張感が増す東アジアの事態対応には、有効な代替案を提示することが求められるだろう。